俺の区間は LWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、昨日できなかったチャージっていうのをして、まあ、金々チャージ特典をこれでゲットできるのかっていうのを自分でもちゃんとね、検証しようかなと。今日の分ね、まだチャージ、僕アカウントしてないんで、やってみようと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まだ残ってますね。残り、一番安いやつで十分足りるんで、1980金券です。これを買いますか？クレジットカードの方で。いや、今俺買ったし、今。あ、これでなるんだ、こっから。なるほどね。プライバシーポリシーと、早速購入しようと思います。今回はちゃんとクレジットカードで購入しますよ。これ毎回プレステ3のさ、決済に行くんだよな。ちょろまかしてるよね、完全に。まあ、いろいろ支払い手続きの方をしていこうと思います。OK です。まあ、とりあえず支払いの方で行きましたんで、これで、まあ、行きましょう。早速ゲーム内の方に移っていこうと思います。これで自分3000金券ですね。さっきまで持ってたんですけれど。お、ちゃんと5300金券まで増えてますね。メールとか特に届かない感じなんですね。もう公式サイトでチャージしたら勝手にその反映されているっていう。まあ、これでまあ、普段の半額でチャージできるんだったら、まあいいっすよね。どうだったっけ？多すぎて、特典のやつが。チャージ特典が、お、ちゃんとこれカウントされるんだ。これあとまあ20金券チャージすればもらえますんで。まあ課金してもらっておきましょうかね。OK です。これで、とりあえず特典が全てもらえるって感じですね。これうまいですね。半額でチャージして、なおかつ金券チャージ特典もあるっていうね。あるんだったらまあこれでいいもんな。普通にうまいんで。まあ皆さん覚えておいて。まあチャージ特典使いたいなとか、今後その課金する予定がある人っていうのは、これね、お得なチャージ方法の方を活用して、やっていけばいいと思いますね。これでまあ、チーム報酬のあれとかも、これ何日まで？ 9 日までやったら、ワンチャンまあ、電動の更新まで間に合いそうっすよね。まあでも電動ガチャ俺さ、課金して回さない可能性があるんで、わかんないんですけどね。これでもらえるのは普通にうまいっすね。10連分のガチャもらって、ワンチャン金額が出れば最高っすね。あんま普通に、電動のピースでも美味しいんで、まあ皆さん活用さればいいと思いますね。使えるものはまあ使った方がいいと思いますからね。ピースでもあと22個ないと、あれ交換できないんだよな。これ2つね。さすがにまあ難しいか。で、ちょっと別なんですけれど、あれっすよね。あれが変わってるんで、嵐の方に新しいモードね、追加されてるんで、ちょっとまあ行ってみようかなっていう風に思います。なんか、なんちゃらストーンを集めるみたいなイベントあるっしょ。あれやっとかんといけんもんな。俺なんか割とめんどくさいっすよね。あなたのイベントって。そう、クライスストーンをセットできるみたいなね。何やそれって思うんですけれど。とりあえずまあやっていきましょうか。これがストーンなんだ。黄色のストーン。なんかこれ効果があるわけ？乗り物の速度が上がる。そういうのがあるんだ。高速度とかも上がるから、足これでめっちゃ速くなるみたいな聞いたんすよね。結構速くなるんかな。これなんかさ、防御力とかも結構、耐久値がめちゃくちゃ上がりますとかやったらね、だいぶ面白いんですけどね。耐久値が低いからこそなんか、起きることってのもあると思うんですけど、黒は何？近距離被ダメージマイナス 5%。 あ、マイナス 5% か。いや、マイナス 5% ってあんま変わんないんだよね、言うて。30% ぐらいされるとだいぶね、意味出てくるんですけど、全部つけたらなんか被ダメージめちゃくちゃ下がるとかさ、そういうのないですかね。あったらめっちゃ強いですけどね。被ダメージまあでもマイナス 100% とかなったらダメやもんな。ね、そしたらだってダメージ0だもんね。マイナス 100% コストもありますね。2つつけても 3% なんだ。どっちかっていうと、速度よりも、耐久値を上げるような、被ダメージを減らせるような、ストーンをつけた方が強そうな気がするよね、敵より。アーマーボットか。敵発見。うわ、これ、お星式さ、新しいやつつけてるけど、結構見た目がえぐいね。サンセット効果みたいなのあるんだね。セット効果みたいな。高射時のシールド生成。あ、それ強くない？クライスストーン。クラインストーンか。クラインストーンセット。高射時シールドは強いね。車降りるときってさ、一方的に撃たれて負けたりとかするんで、それがなくなるっていうのは強いね。普通にこれなんか、通常だけやったらさ、常設の効果でもいいんじゃないのっていう、割となんか面白い機能ありますね。これなんか、カスタマイズによって結構変わりますよみたいな、できることが。セット効果とかもすごいなんか、戦略的に楽しいと思うんで、通常だったらいいですよね。まあ、ピークとか大会とかやったら結構、なんで変えるみたいな言い出す人とか結構いると思いますし、まあ、それによって起きる不具合とかね、バランス調整ミス的なことってあると思うんで、だからこれ、ヤホタイ弱。弱い。なんでこんな弱い？お、あった。これが、なんかその、関係あるんかな。関係あるやつみたいな。お、高射シールついてる。黄色くなってるね。これなんかさ、車のまま入ったら、挑戦エリア。挑戦開始。なんこれ。どういうこと？あ、ジャンプ台のやつか。これ見たことあるよ。このジャンプ台無理でしょ。あー、これであれか、マクラーレン使えるんだ。なるほどね。あ、ダメやった。ブーってやれたけど。どうやったら今言えるっけ？飛びすぎやったよね、今。意外と飛ぶから、ちょ、もう一回行ってやろう。挑戦開始。これでジャンプ台行けばいいんだ。リバースプレイ。オッケー。これでいいでしょ。いいっしょ、これで。OK。これで補給箱来るんだ。なるほどね。で、マクラーレンが一時的に使えると。今、パッと使ったけど性能悪くなかったよね。
え、でもさ、これ届くまでの間に撃たれたらこれ終わりだよね。一応マップ映ってるよな。映ってるよね。これバレバレじゃん。ここいるってさ、この機能使うのもなんか考えもねえぞ。あったあった。新しい、かっこいいな、これ。よいしょ。これで、何が入ってるよ。なんか。まあでも、これでまあ、こういうのもあるよってのはまあ、悪くないですよね。うん、悪くない。なるほどね。これでまあ、ゲットすればいいんだ。プライスストーンもなんかさ、火ダメージをめちゃくちゃ下げれますみたいな、あれがあるといいよね。火ダメージセット、いつ取れたらどうなるかってのをちょっと見ていきたいね。これもう一回できるかな。さすがに無理。いいか。でもこれ、放射時シールド結構強いかもな。セット効果とかも結構さ、いろいろ検証して、どのセットが強いかって試してみたいですよね。クライスストーンじゃなくて、クラインストーンか。クラインストーンだよね。クラインストーンだ。クライスって言ってしまう。これマクラーレの鍵ももらえますよとかだったらいいんですけどね。さっきの、虫箱の中に一応入ってます、みたいな。これ、放射時シールドさ、なんか使えそうだよね。こう、降りるたびにシールドあるの。降りるたびに。降りるたびに。降りるたびにシールドだよ。だったらさ、ね、乗り降りして戦えばいいじゃん、車に。永遠乗り降りしてさ、戦えば、めっちゃ強いんじゃないの。それワンチャンあるよな、そういう抜け道。ね、乗り降り連打でごまかしていくみたいな。割といいと思います。な、これ。敵発見とか。いや、でもこれでさ、降りて、しばらくだって、ね、適当に撃ってもいいわけだから、シールドあるけん。そういう意味では強いな。同じストーンはつけれませんみたいな出たね。同じ種類のストーンは、あれなんだね。個数の制限があるな。これもう一個あるけど、チャレンジのやつ。で黒三つとかもさ、強いんじゃない？近距離ダメージオフやけんね。あ、これでも一回しか挑戦できないんだ。一戦につき。まあ、そりゃそうだよな。その永遠くれ。敵車両。敵発見。敵発見。敵発見。あれ永遠じゃなかったか。なんか何やったっけ。電動入ってる車か、これ多分。これ何やっけこれ。なんだ。あ、なんちゃらかんちゃら、あの、永遠に入ってる青だよな。お、ストーン。黒持ってるじゃん。赤は何？ストーンの。赤どんな効果？攻撃力プラス。あーまあ。いやでもこれ迷うね。どのストーンを装備するかって。死活問題じゃん。だいぶ変わってくると思うからね。何を装備するかによってね。黒もう一個ゲットしてから、どんな効果があるのか、ちょっと一回見てみたいね。でも割となんかさ、放射時シールドがさ、最強な気するんだよな。普通に。無敵でしょ、放射時。無敵だよね。放射時シールドって。火ダメージが下がるか、10%。放射時に。あ、でも無敵ではないんだ。でも無敵ではなくてもさ、マイナス 10% はちょっとでかいよね。で、直帰プラスのマイナス 10% なのかな。マイナス 10% されてさらに直帰の判定が入るってことだよね。それは強くない？敵発見。それきつい。そのうち検証してみたいっすわ。で、これで結局さ、クライスストーン集めたから、なんかあれっしょ、ミッションがクリアされてるっしょ。ああ、これこれ、貢献みたいな。ねえ。これ、貯めていくために、通常さ、ひたすら回していかんときにね、割と大変だな。とりあえず70まで貯めたいっすよね。はい。今5でしたけれど、要は5個ゲットしたから5って感じなんでしょう。結構これ上位の人たちは1000とかいっとるのやばいよね。1試合でこれ5個までしか手に入らないのに1000いっとるってことっしょ、要は。やば。